今年に入り活発化している中国軍。遼寧、空母打撃群やたびたび台湾海峡への中国軍機の侵入を繰り返している。今回、なぜ、そこまで台湾海峡を探るのか、詳しく見ていきます。中国の対潜哨戒機での任務の精度は、それほどまでではないにしても、何を、そこまで気にしているのか。日米のあの潜水艦かな。中国軍機による台湾海峡の台湾防空識別圏への侵入は以前から頻繁に行われていたが、2020年9月以降はより時期快活多数機によるものが増えている。2021年6月15日には戦闘機 GA-16 14機 GA-11 6機爆撃機 H-6 4機早期警戒機空強5002機、対潜哨戒機、ワイワチ、1機、同じく、ワイワチの電子戦機1機の合計28機が、台湾南西部に侵入して、過去最多機数による、防空識別圏侵入があったと、台湾国防部からの発表があった。この中国軍による行動は、同時期に、米空母、ロナルド・レーガンを含む空母打撃群が、南シナ海で、演習を展開していることへの牽制と、イギリスのコーンウォールで、6月11から13日の日程で開催されていた G7、先進国首脳会議の共同声明において、中国の覇権主義行動を批判したことへの抗議の意思表示であろうと考えられている。2020年9月から2021年7月までの10ヶ月の間に、台湾の防空識別圏に侵入した、中国軍機の中で、最も日数、回数が多かった機種は対潜哨戒機で、123日延べ136機とされていて、中国軍が台湾海峡において、対潜水艦の哨戒に、最も力を入れていたのではないかと想定される。対潜哨戒機には、機尾に、蜂の針のような突起があり、そこには、潜水艦を探知するマット、磁気探知装置が装備されていて、もちろん、ワイワチにも装備されている。つまり、この対潜哨戒を頻繁に飛行させていたということは、対潜哨戒能力向上のための訓練に注力していたか、あるいは、台湾海峡に潜む潜水艦の動向を探ろうとの意図があったと考えられるのであるが、近年の中国と台湾との間の緊張の高まりを考えれば、この動きは潜水艦への警戒であろう。このことから中国軍は台湾海軍の潜水艦を恐れていると指摘する声があるのだが、果たしてその見方が正しいものであるかについては疑問符がつく。台湾海軍は現在4隻の通常動力型潜水艦を保有しているのであるが、最も新しい海虎でさえ就役1988年で、すでに33年も運用されている旧式艦である。この海虎を含む海竜級潜水艦は、基準排水量2300トン、水中排水量2600トン、全長 66.92m、全幅 8.4m で、ディーゼルエレクトリック推進によって、水上速力12ノット、水中速力20ノットを発揮、兵装は 533mm 魚雷発射管6門を持ち、ハープーン追艦ミサイル SSM を持ち、一世代前の旧式潜水艦とはいえ、台湾海軍の虎の子の潜水艦である。この海竜級潜水艦は、オランダのツバ・ルトフィ級潜水艦の改良型で、台湾海軍はズフェイエノールト社から6隻を購入する予定であったが、北京当局からオランダ政府に強烈な外交圧力がかけられて、2隻のみの購入で終わってしまっていた。海竜級潜水艦は、日本の海上自衛隊で言えば、すでに全てが退役している渦潮型潜水艦や、先日沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦、KRI ナンガラと同世代であり、中国軍が、必死に
その行方を追うほどの脅威となっているとは考えにくい。さらに、台湾海軍の残りの2隻の潜水艦に至っては、どちらも太平洋戦争時に寄港されたアメリカ海軍の通常動力型潜水艦で、退役後に台湾海軍に売却されたものである。海士と名付けられた艦は、1945年に就役した天地級潜水艦のカットラスで、基本排水量1870トン、水中排水量2440トン、全長 95M、全幅 8.33M で、533M 魚雷発射管を10門備えているものの、艦体の耐圧柄に歪みがあるほか、金属疲労などのために、水深 20M までしか潜れないとされている。もう一隻の海氷もまた、1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦のタスクが退役後に売却されたもので、基本排水量1570トン、水中排水量2415トン、全長 95M、全幅 8.3M で、兵装には533M 魚雷発射管10門のほか、今でも5インチ砲、40mm 機関砲、20mm 機関銃が装備されているなど、全近代的な存在で、こちらもまた、海士と同じように、実用潜水深度は 20M くらいとされている。このように、台湾海軍の潜水艦は、海竜級2隻はまだしも、残りの2隻は、戦力と呼べる代物ではなく、いかに中国軍の対潜哨戒能力が低いとしても、恐れる存在ではありえないのである。中国海軍が恐れているとすれば、台湾海軍の潜水艦ではなく、日本やアメリカなど西側諸国の潜水艦であろう。2021年2月に、フランス海軍の攻撃型原子力潜水艦、エムロードが南シナ海を航行したことを、フランスのパルリ国防省が明らかにして、フランスが、南シナ海の中国海軍の動向に注目していることをアピールした。その行動が秘匿されるのが、常の潜水艦の行動をそららかにしたことは異例で、一つには、輸出を意識してのフランス原子力潜水艦の優秀さのアピールする意味もあったと思われるが、やはり、中国への牽制の意味合いが強いと考えられる。日本の海上自衛隊においても、南シナ海での海上自衛隊潜水艦の行動が15年以上前から続いていたことを明らかにしたが、これも中国に対する牽制であるとされている。このような牽制の意味は、おそらく潜水艦が中国軍に探知されていないとの確信があったものと考えられ、潜水艦を近海に送り込まれていたことに気づかない中国軍の対潜哨戒能力の低さを露呈することで、強引な海洋進出を推し進める中国への歯止めをかけようとの思惑が大きいと思われる。中国軍が脆弱な対潜哨戒能力向上のために哨戒機の発信が増えているかどうかの真偽はともかくとして、最近では6月と同じく複数機種による編隊での防空識別圏侵入が増えているのは懸念すべきことである。このことは、もはや、台湾の対空哨戒能力や防空能力を探るとのレベルではなく、侵攻に向けた自軍の意思航空機関の連携を強化するための訓練に他ならない。つまり、アメリカ軍高官による指摘の通りに、中国は台湾侵攻を本気で考えていることの表れであり、2022年の北京冬季五輪後に仕掛けるかもしれないとの予想が、現実味を帯びてくるのである。台湾では、新鋭潜水艦が防衛上必要であることを熟知していたが、ヨーロッパの潜水艦輸出国、日本も含めは、中国との摩擦を懸念し、台湾への売却を拒み、表立って支援をするアメリカ海軍には、売却可能な通常動力潜水艦が、もはや存在していないため、欧米の技術導入によって、
自国での潜水艦建造を計画し、その準備が進められていた。2020年11月24日に、国有造船会社の台湾国際造船で、初の国産通常動力潜水艦の一番艦の起工式が行われ、2024年の竣工を目指していて、台湾は、この先8隻の潜水艦を建造するとして、日本円で1兆6000億円の予算を組んだとされている。台湾海軍への国産潜水艦の配備が、中国軍の侵攻に間に合うかどうかの鍵は、中国側が握っている。